皆様こんにちは、家族収納チャンネルの赤久ゆりです。さて今回は100円ショップのグッズを使ってじゃない使い方をご紹介していきたいと思います。100円ショップ皆さん好きですか？まあ、私もね大好きでよく足運ぶんですけれども、まあ、商品としてはこの用途として作られているなんですけど、まあ、収納のアイデア次第で一つの商品に対してこんな使い方もあんな使い方もできるよというね、ちょっと便利な使い方をアイデアをですねご紹介していきたいなというふうに思っております。今回はですね3つの商品に対して5個ずつぐらいですねアイデアをちょっと盛り込んでいきたいと思いますので、すぐに試せるものばっかりですので、よかったら最後までご覧ください。チャンネル登録してない方よかったらチャンネル登録もお願いします。それではスタート。家族収納チャンネル。さてじゃない使い方ということで3つご紹介していきます。商品まず最初は薬味チューブホルダーです。まあ、これはセリアさんに売ってるんですけど、まあ、他の100均商品でダイソーさんとかにも売っていたりします。本来はねその名の通り薬味チューブというものをね入れるのに冷蔵庫とかで使っていくような商品なんですけど、これそれだけだとほんともったいなくていろんな使い方ができますので、ちょっと様々な使い方ご覧ください。さて本来の使い方はこうですよね。このように引っ掛ける場所がありますので、この部分をドアポケットにキュッと引っ掛けます。するとこんな感じになりますので、ニンニクチューブとかをここにサッと、まあ、このようにドアポケットにこう入れて使っていくっていうのが本来の使い方ですが、これを違う使い方にしていきたいと思います。さてこういう収納困ったことありませんか？洗った後どうしようかなということでなかなか乾かないんですね。でそういった方におすすめなのが、水切りカゴがある方は水切りカゴにこれをつけていただくといいですが、ちょっと我が家はないのでこの場所でちょっと再現してみたいと思います。まあ、こんな形でここ引っ掛ける場所がありますので、ここに水筒とかを引っ掛けていくと水滴が下に落ちてね乾きやすくなりますね。でこれを1個2個3個ね、つけていただければこういう感じで簡単に乾いていきますので、なかなかねちょっと水筒乾かなくて困るっていう方は水切りカゴにこんな感じでつけていただければ乾きやすくなります。ぜひお試しください。次は化粧品の収納です。こんな感じでひとまとめにしていた場合、口紅とかそういったものをこういったところに一緒に入れてしまうとなかなか取りづらいんですね。滑ってしまったりとかして取るのが大変で、そこで使っていくのがこの薬味チューブをパッと引っ掛けます。まあ、いろんなところにこう引っ掛けることができますので、端に引っ掛けていただきますと、こういった先ほど沈んでしまった口紅もさっと入れていただいて、使いたい時に取り出しやすくしまいやすい収納っていうのを作ることができます。細かいリップとかね、そういったものとかの収納にも適していますので、ぜひこういったね端っこにつけて収納を作っていただくといいかと思います。さて次にスマートフォンの充電をしていきたいと思います。まあ、充電をする場所って結構スペースが取りますよね。そういった時にこちらの方、この薬味チューブをこういったケースに引っ掛けておくんですね。そしてこの充電の先をこの中に入れていきます。穴が開いてますので、こちらの方にこんな形で引っ掛けていくんですね。さて通しましたら、ここに充電をしまして、隙間がちょっとありますのでここに立てかけていくような感じ、こんな感じにしていただければスマートに充電することができますし、こういった形でスペースも取らないのでとても便利です。さて玄関で困るのをこういった印鑑、いざという時にね取り出さないといけないので使いやすくしておきたいんじゃないでしょうか。そしてこういったペンですよね。これをちょっとスマートに収納したいということで、まあ、ブックエンド、そして、まあ、この先ほどの薬味チューブ、これを組み合わせていきます。このブックエンドのところにこのように引っ掛けていきます。これを2つ作ります。そして作ったところに印鑑を入れます。まあ、このように印鑑を入れていただければ使いたい時にさっと取り出してすぐにしまうことができます。まあ、印鑑専用かなと思うぐらいぴったりサイズですね。そしてもう一つペン、まあ、こんな感じで引っ掛けておけばすぐに取り出すことができるので、印鑑とペンを玄関にセットしておけばとても便利になります。さてこちらは薬の収納です。どうしてもねこういった細かいものがね多いんですね。これはですね引っ掛けているんですけれども、まあ、こういったところに薬の収納とかですね、そして爪切りの収納とか細かいものとかはこんな感じで立てて収納ができます。さて次にご紹介していくのが
こちらセリアさんで売っているカードホルダー、まあ、その名の通りですね、カードを入れていくものになるんですけど、袋があってペラペラっとこうめくって使っていくようなものですね。普通にねカードで使っていくだけじゃなくて、いろんな使い方ができるので、これ1個にまとめてると便利だよねっていうようなものをちょっとご紹介していきたいと思いますので、ご覧ください。次はこちらのカードケース。通常の使い方としてはこういう風にカードをですね、まあ、入れていくような形で使っていくものです。これをですね、通常の使い方とは違う使い方をいろいろご紹介していきたいと思います。さて最初にご紹介するのがこちら、絆創膏などの衛生用品の収納にぴったりなんです。こういった形で一つずつ取り出しやすかったりするので、使いたいサイズのものを選んで入れておくといいかもしれないですね。まあ、子供のものとかも入れておくと、まあ、怪我したりすることも多いので、外に持ち運ぶ時にもすぐに出せて便利ですね。あと薬だったりとか衛生用品、そういったものも入れていただくのもいいかもしれません。次に化粧品のサンプルなどは小さくてバラバラになりがちなので、持ち運んだりとかする時にとても便利なんです。使いたいものもさっと取り出せますし、コンパクトに全て一式にまとまるので、旅行の時なんかにもまとめていただくと使いやすくていいかもしれません。こちらは裁縫道具を入れるのにもおすすめです。外出した時とかにいざあるとね、便利な役立つグッズとしてね、持ち歩いておいてもいいかもしれないですね。まあ、こういった形で糸とか針、ハサミ、まあ、こういった小さいものとか、スワロフスキーみたいなものとか、ワッペンとかね、ボタンとかをこういうのに入れてたくさんまとめていくのにもいいかもしれないです。こまごましたものをどう収納したらいいかなっていう方は、よかったらやってみてください。次にご紹介するのは細かい文房具です。まあ、シールとかがたくさんあれば、こういうフレークシールみたいなものをこういったところにたくさん収納していくのも取り出しやすくなっておすすめです。まあ、そして付箋だったりとか、ちょっとした一言書いて渡すカードなんかを入れていただいてもいいですし、小さなクリップとかそういったものを入れていただくのにもちょうどいい大きさになっています。さて次にご紹介していくのがこちら、こちらは透明のふさかけです。ふさかけって何って言われるとですね、あまり聞きなじみないかもしれないですけど、カーテンとかでね止めるのに引っ掛けていくものなんですけど、これふさかけとしてだけじゃなくて、実はいろんな用途としてね使えるので、こんな形をしてるんですけど、これの様々なアイデアをご紹介していきたいと思います。本来ふさかけはこのようにカーテンの蓋をこうやって引っ掛けて使っていくようなものになります。さてこのように家電のコードがダランとなってしまうのを防ぐために、こちらを使っていきます。互い違いになるように、こちらの方が上の方、そして下の方に向くようにここにつけていきたいと思います。このようにつけましたら、コードをこの草掛けのところにくるくると巻きつけていきます。このように巻きつけることによって、コードをきれいにまとめて収納することができます。次にこのような蓋を左右につけていきます。こういうトレーみたいなもの、収納場所結構困るんですが、ここにさっと引っ掛けることによって収納場所を簡単に作ることができますので、隙間収納ということで、この収納に困っている方ぜひやってみてください。さてこのようにふさかけを次は上向きにつけていきます。帰宅後に帽子の収納など困ったりすることありませんか？このようにふさかけにかけるだけで簡単に帽子の指定席が作れますので、動線上に作っていただくのもおすすめです。さてこのようにふさかけをつけまして、洗面所周りだったりとか、お風呂入るときにゴムね必要だなっていうとき、このようにかけておけば洗面所周りも散らからないですし、お風呂入るときにもさっと取って中に入っていくことができますので、非常に便利です。ぜひやってみてください。で扉裏にちょっとした収納が欲しいなと思ったことありませんか？このようにふさかけをつけまして、もう一つ組み合わせていくの、突っ張り棒です。このように引っ掛けていきます。このようにスプレーをかけたりとか、あとは掃除グッズのこのようなモップだったりとかをかけたり、収納を簡単に作ることができますので、お扉裏とかに収納作りたいな、ちょっと隙間収納なんかできないかなと思ってる方、ぜひ簡単ですので、こういった収納もお試しください。さて今日はですね、じゃない使い方、違う使い方をですねご紹介していきましたけど、いかがでしたか？一つの商品に対してもね、もういろんなね使い方ができる。でまだまだね、いろんなアイデアとかもねありますので、追ってねご紹介していきたいと思います。すぐ試せるものばかりですので、これやってみたいなっていうものがありましたら、ぜひお試しください。今日の動画が良かったよっていう方はグッドボタン、そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。
それではまた次回お会いしましょう。バイバーイ。販売していたYスタイル魔法の収納トートバッグがリニューアルして登場しました。S サイズは23ポケット、M サイズは25ポケットの大容量。魔法の秘密は瞬時に物を出し入れできるポケットの配置。これでもバッグの中で物を探す時間がゼロに。普段使いや通勤バッグ、マザーズバッグとしても最適。カジュアルからオケージョンまで芯を選ばずに使えます。詳細は概要欄からどうぞ。赤くゆりの書籍新しい収納の教科書の重版が決定しました。 Amazon 新着ランキング1位、楽天ブックス週間ランキング1位、1200万回再生された YouTube100 本以上の収納ノウハウがこの一冊に。仕組みを知ればもうお片付けで頑張らなくてもいい。浮かせる、立たせる、寝かせるでどんな家も片付く新しい収納の教科書、Amazon、楽天ブックス、全国の書店にて発売中。詳細は概要欄から。